前回のあらすじ。そして物語は続いていく。やるぜ、激しく。俺たちどうがいいんだ一体。前結構久しぶりにやるからな、地味に。前この部屋に入ってなんかわけなあかんねえ変態どもに襲われて、どう殺されたんだよな確か。でこれでそうだ、こっち戻るとあれでしょ、笑い出すんでしょこの人。こいつ何なんだろうね、この辺、この変な人。おらおらおら、笑ってる笑ってる笑ってる。もう怖い、もうすでになんかちょっと怖いわ。マネキンにとりあえず着せられてる素敵。これ何なのこの人一体。もう逃げらんないよね、逃げよう、こっち逃げよう。いや、あえてこっちに行くことによって、あ、戦える戦える、よし戦える。うわぁ、ダメだ、全然戦ってないし。あ、いける、いけるか。あ、よっしょ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 い、殴れ殴れ殴り殺せ。なんか後ろのやつがなんかあれだね、こいつがなんか変なファイティングスタイルを取ったような気がしたが、俺のキャラが一瞬で死んだよね。一体この、はあ、一体この部屋は一体何をする部屋なのかっていうことを俺に示してほしいよね。なんかもう最初から始めるかも、むしろ。いや、一旦あれだよね、一旦クリアしてから考えよう。エンディングがまだあと6、7ぐらい残ってるはずだから、らしいからね。先日とりあえず確かなんか大量に変な人に追っかけられて、なんか全然探索できなかったのですから、とりあえず片っ端から見てみるか。どこだここ、たったったった、これどこだっけ。ここあれか、前の部屋に戻るとこか。中庭のプールが見える、中庭のようだ。こっちどこに通じてんだっけ。あ、ここか。もうすでに今回あれだな、もうなんか絶対進展しなそうな予感しかしねえもん、残念なことに。もうどうしようもないよね。いいよ別に、さまようから、さまよい鎧、名前忘れてた。こいつの主人公の名前ベネスタ、ちげえな、ベネズエラじゃなくてなんだっけ、あ、ジェニファーだ、ジェニファー、そうだ、ジェニファー、ジェニファーの惨劇。こっち行ったか、もうわけわかんねえな、どこ行けばいいんだ一体。いいよまた、なんかピアノの部屋あったよね、ピアノとなんか炭酸の部屋あったよね、どっかに。全然見てない、あそこら辺の部屋、あそこら辺周辺全然見てないもんな。いつも救急車通るよね、恐ろしい。あー、なんかこんな部屋あったな、暗闇の部屋。ここは行ったべ。ちょっと待って、早く帰って帰って、そっちじゃねえよ、そっちじゃないよ。電灯スイッチは壊れてる。ちょっとアイテム何持ってんだっけ。小さな魔像、これ魔像ってどこで使うの一体。これ像がある場所、なんか言ったよね、像は前なんか変な目もあったよな。もう人は人の人々の中に、森はフォレストの中に、像は像たちの中にみたいな。じゃあ像がいっぱいあるとこ探して、そのまずはあれか、突っ込めば進展が。あ、出会った、あった、あー、この辺あったね、あったな、この辺の部屋、恐ろしい部屋。そう、あいついなくね、これなんかさ、なんか転がってなかったっけ、俺を襲ったやつが。どういった、あいつ。うわー、もう怖い、マジか、もう勘弁してほしいね、こういうなんかもう炎が燃え下がっている。そう、他の、うわー、あれだね、もうこの空気がたまんねえな、もう五臓六腑に染み渡るこの内臓を刺激するこのホラー感がたまりませんね。あ、こっちどこ、あ、行けた、右に行けんのこれ、ん、ここどこだ、こっち行ったら何があんだっけ。あ、もう行きたくねえ、もう行きたくねえ、俺は。なんかある、なんかある、お、これあれか、瓦礫の山か。こっちは、なんもないか。逆にっつうか、メアリーちゃんとかどこ行ったんだろうね。メアリー先生、アドロッテ。多分あの二人まだどっかいるでし
ロッテはあれだよな、生きてそうだよな。メアリー先生は多分俺たちを探してると思うけど、こう当たった、うわーい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ここでしょ、なんかここ、なんだこれ、なんだこれ調べられるの。ここだ、壁塗り、あ、ここ行ったよな、確かね。なんで魔像、この魔像どうすればいいのこれ。おいおいおい、あー待って、走んないで、走るな。こうなんか走ってなんか U ターンするときのこのドリフトみたいななんか動きがちょっとあれだよな。このジェニファーのなんか狂気っていうかなんか恐ろしいサイコキラー的なあれを感じる。ここ行ったっけ、多分行ったと思うんだよな。やべえぞこれ、全然進展しないパターンだろ。これなんだっけ、あーなんか部屋あったね、ここなんもねえとこだ確か。でも絶対ここ後半で来なきゃいけない場所だな、ここは多分。もう手に汗かいてきたな。ちょっと待って、こっちはもうなんもなかったっけ、なんもなかったよね。でこれ体力なくなるとどうなんだ一体、いまだに分かんないよね。でここ行って下か、ちょっと待って、終われるよ。体力隠さなきゃいけないな。なんでこの足跡がたまになんかさ、ドってくんの。誰かいんのか、ここ。他に登場人物っていんのかな、今んとこ。てか、この館のあるじゃん、一体誰なんだ。ちょ、体力隠さすとか、ちょっと怖いもんな。さあ、行くか。こっち右側行ってなくね、行ったっけ。もうこのなんか変な、この銅像やめてほしいよね。何このいっぱいあんの。ここ入ったっけ、怖えー。あー、ここだ、ここだ。そうだよ、前ここであれだよ。あの、バカみたいなやつができたんで。ちょっと電気つけようぜ。電気つけらん、あ、つけられる。また壊れてんのか。壊さないでって言ったでしょ。レコードプレイヤー。コンセント入ってない。コンセントつけようぜ。中にいくつも楽譜が入ってる。またいないよね。こう、タンス開けたら、バーって出てきたしてんだろうな。ピアニストになりなさい、ジェニファーは。ここだと調べてない。ちょっと待って、タンス開ける。マジで、タンス、くんねえ、なんも。頼むよ。何もいるんだよ、そこに。頼むぞ。ガラクタしか書いてんの。びっくりするんじゃねえ、ほんとに。と見せかけての。でん。あれ、OK。何え、ちょっと待って、これ入るべきだと思う、また。え、何今の、は、なんだ今の、わけわかんねえぞ。もう、勘弁してくれ。もう、また行く、なんもいない、なんもない。え、なんでここ開けたらこうなった。もう、え、なんかあんのか、ここ。もう、ああ、もうなんかこの勢いでなんか来んじゃねえか。ああ、もうあれで恐ろしい。脳が覚醒してしまった。もうダメだこれは。これ言ったっけ？何この銅像の軍団は。何なのあのポーズは。はあ？何この部屋。いや、これやばいだろ。もうやべえ。ああ、もう絶対なんかあるってここ。ああ、もうやだもう。電気つけよう。電気。電気をつけるよ、俺は。あー、つい、あー、あれ、何がいいの、ここ。は？ちょっと待って、鳥？でもなんか、浴槽になんかいるでしょ。浴槽になんかいるでしょ。何がいいの？何があるの、ここ。カラスの死体？これ、鍵が置いてある。
巣箱の鍵。はいはいはい。なんか手に入れました。手に入れたよ。何カラス？カラスがいっぱいいるの。大丈夫この部屋。なんも。あ？何これ趣味悪すぎでしょ。うーわ。信じらんねえ。かわいそう。ドブネズミがなんでか走り回っている。カラスが一応入れられている。あ、だからあれか。電気消すかじゃん。ごめんね。あ、ダメだ。あ、静かになった。電気を消したら静かになった。ちょっと待って、何手に入れた？巣箱の鍵？何巣箱の鍵って。あ、あ、あ？なんか鍵どっかあったよね。鍵っつうか。あの部屋か、さっきの。あれか？間違えた。あ、電気つけちゃった。まあ、いっか。いやー、逆にこれまずい。なんかこの、この音によってもしかしたら、何か来るかもしんねえ。出てくるかもしんねえ。奴らが。ああ、もう信じらんないよ。もうこの世を信用できなくなってしまった、私は。ああ、もうこれ、いける？あ、いけないか。行き止まりだね。何さっきのさ、あの部屋はさ、何のテンション高いの？てん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 ってなる。踊れってか。この銅像みたいに踊れってこと。何あの、何事なんだろ、一体。え、巣箱の鍵どこで使えばいいんだ？さっきだよな、さっきってどっかの部屋であったよな。あの、これまた入ったらあれでしょ？ダンスミュージックでしょ。マジ勘弁してほしいよね。ちょっと待って、これ何これ？ただのあれか？瓦礫かこれ。特に意味はないと。巣箱っていうか、なんかあのおもちゃの部屋でなんかあったよね。でもあそこ多分開けらん？まあ、多分違うだろう。多分。いいや、先にこっち行こうぜ。ああ、恐ろしい。もう恐ろしすぎでしょうね。で、こっちは、こう行ったんだっけ？あれか、あれどこだっけ？完全わからなくなっちまった。あの音楽なんか妙に耳に残るね。でー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 。なんであのテンション高いの、本当に。あれ、なんのあれなの、あれなんでこれドア、なんでこれ入れないの、なんで、あれおかしいな。扉があるのに入れないぞ。この、あれおかしいな。ここはちょっと待って。ここ入れるね。ここは何だったっけ。ここはなんか儀式部屋みたいなのあるか。なんか確か。もう怖い。え、なんでこの変な音を流すんで言って。なんかあるね、いろいろ。不気味すぎる。そこの方に穴が開いてるのが見える。穴を見つめたらなんか目が合いましたみたいな。穴が開いてるのが見える。何穴が開いてるって。これは？何この魔法陣は一体。魔法陣みたいななんか。床に四角の水がついてる。星の下のゆりかご。まあ、ここにハサミおっちゃんが来たからなんか。この下に何かあるんだ。この下？黒いローブ。魔像！あ、なんか怪しいね、これ。ちょっと待って、その、やる前にちょっともう一回探索しようぜ。キーマー文字が書かれている。時を、固着させる。なんか言ったんですよ、そんなこと。固着させる。カラスの死体。うわ、かわいそう、本当に。勘弁してくれよ、もう。なにこれ。なに？は？なんだこれ。これは？これは関係なし。とにかく固着させる。いや、多分あれだって。これを、置く。置けない。あ、止まって。おい。あ、ダメか。この下に何か、何があるんだろう。勝手に動かないでくれ。黒いローブ。あ、待って待って。ダメだな。あ、待ってくれ。もうジェニファー行くよ、ここ危ないから。これクリアできんのかな、これクリアできる気がしねえな。そして夜中にやるもんじゃねえな。あー、そっち行かないで。な、頼むぜ、なんか。あー、おい、よし、ここ行ったっけ。あー、浴槽あるよね。でもこれなんもなくねえか。
はあ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 、いや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